はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、FP39 無料合格講座、えー。今回の講義からね、えーと、ライフプランニングの方に移っていきます。なので、前回の講義で、一応、不動産の項目は終了になります。で、えー、ライフプランニングなんですけどもあの、やはり重要なテーマですね、いくつかあります。で、えー、この中で,で,すでもやっぱりあの実技でも学科でも出るような内容っていうのがあるので、まあ、しっかりとね、えー、と勉強していくようにしてください。 はい、えー、そうしましたらね、ライフプランニングなんですけども、まあ、FP 倫理ということで、FP たるものやっていうね、まずそういった項目だけ簡単にご説明しておきます。えー、守秘義務がありますということでね、はい、あの、顧客の利益が優先ですよっていうことで、まあ、もうこれはもうそのまんまですね、あのー、常識レベルで多分解けるので、もう次行っちゃいます。で、えー、と、FP の業務規制ですね、えっ、ー、と、FP 自体が弁護士業とかね、まあそういったことをね、代理してやっちゃいけませんということなんですよ。 で、あの、無償、優償に関係なくっていうことなんです。で、えー、まあ、例を出してみますと、例えば、税金に関してね、相談を受けたんで、確定申告の書類の記載方法を説明したってね、まあ、これはダメですよってことですね。じゃあ、どういうのがいいのかっていうと、あの、一般的なね、見解を述べる分には問題ありません。例えば、保険に入りたいという人がいて、その中で、例えば、あの、怪我した時に、なんかこう、対応できる保険ってあるんですか って聞かれた時にに、まあ、一般的はははそういいいっったたた方は障害保険とか入られたりしますすすねってお話をするのはいいんですよただ、じゃあ、その障害保険の保証内容がいくらで、契約金がいくらで、どういったときにこう保証してくれるんだとか、そういった詳しいお話をしちゃだめですよっていうことですね。なので、一般的な見解を述べるのには全然構いませんっていうことをまた一つね、覚えておいてください。 で、えっ、ー、と、ライフイベント表とキャッシュフロー表なんですけど、あのー、FP がね、そもそもじゃ何できるのっていうことなんですけど、要はライフプランニングするっていうことができるんですよ。で、このライフプランニングって何だよっていうことなんですけど、あのー、例えば今30歳の夫婦がいて子供が1人いますよと。で、貯金額いくらで年収いくらですっていう、まあそういった具体的なね、お金の話を聞くわけじゃないですか。 で、それを聞いたときに、そしたら、例えば、1歳の子供がいるってことは、約11年後には中学校に入ると。そうすると、中学校の学費とかかかるわけですね。じゃあ、その時までに、じゃあ、いくら貯めとかなきゃいけないのかっていうような、まあ、グラフを作ったりするんですよ。で、例えば、今の、えー、預金額がいくらで、 で、旦那さんの収入がいくらで、で、まあ、毎月かかってくる費用はこういったものですよっていうのを、まあ、算出していって、で、じゃあ11年後には実際多分このぐらいは、このペースでいけばたまってるはずだと。 で、足りないんだったら、じゃあどうすればいいじゃあ余ってるんだったら、逆にじゃあもうちょっと、こう、プラスで浮いた部分を、まあ、例えば投資に回すとか、そういったこともできますねっていうふうな相談をするのが、まあ一応このライフプランニング、FP の仕事の一つなんですけど、で、えー、それを作成するためにね、必要な表なんですけど、それがね、まず一つライフイベント表ですね。まあ大きなお金を動くときなんかとか、あとはまあ、えー、必要になったときの行事表ですね。いつ家買うのとか、子供が学校へいつ行くのとか、まああの、5年後に、 車買い替えますとかね。まあそういった行事表をまず作ります。で、その次にキャッシュフロー表ですね。まあこれにライフイベント表を合わせて、えー、例えば年収であったり、預貯金であったりとか、そういったものを計算していって、最終的にまあ何年後、目標額貯まってるのか溜まってないのかとか、それをどうしたらいいのかっていうのを作るのがこのキャッシュフロー表です。なのでね、まああのー、これもまた一つね、覚えておいてください。 でえー、っとあとですね、ここで出てくるワードとしては、可、え、処、ー、分所得ってあるんですけど、あのーまあ、今の、ね、段階で覚えておいていただきたいのは、この可処分所得っていうのは、イメージとしては手元に残る現金っていう風なイメージです。 で、これキャッシュフロー表の中で使ったりとかするんですけど、あの、まあ、手元に残、ね、る現金のことを可処分所得っていう風なイメージで捉えておいていただければ結構です。で、それじゃあどうやって計算するのっていうと、年収から取得税、住民税、社会保険を引いたもの。で、年収からこの3つを引いたものがこの可処分所得に該当するんだよっていう風に覚えておいていただければ、まあ、今の段階ではね、十分だと思います。 はい、えー、次にですね、全体、えー、絶対暗記のね、6つの係数っていうのがあるんですけど、あのー、まあ週間ね、集荷ね、係数から最後資本回収係数までね、えー、6つの係数があるんですけどね、えー、これに関してはね、もう全部完璧に覚えてもらわないといけません。えー、これが、えー、その、学科にも出ますし、実、えー、技の方でも点数あの問題としてね、出ますんで、 これね、なかなか覚えるの大変だと思うんですけど、一応僕のね、覚え方だけ簡単にご紹介しておきます。えー、っと、一応ね、えー、僕は行って収価、帰って原価っていうふうに覚えてました。で、これどういうことかっていうと、まあ、就価係数、原価係数ですね、上の4つですね、年金就価年金原価もそうなんですけど、あのー、あ、ごめんなさい、ちょっとこれ原価のね、漢字間違ってるんですけど、あのー、最後のね、 帰って価のところなんですけど、まあ、要はあの、行って就っていうことなので将来の学校を求めるときは就活係数で、帰って原価っていうことなので、まあ、将来から今の学校を求めるときは原価係数だよっていう風な感じで覚えてました。 でえー、っとあとですね、まあ、あのその年金がついたらじゃあどうなるのとかっていう部分に関しては、まあ、そこは、ね、こう問題解いて覚えるしかないんですけど、まずざっくりと分けるときに行ってしゅうか帰ってけんかっていう風な覚え方をしてたのと、あとはあの、減債基金と、ね、資本回収係数は、ね、もうそのまま覚えてました。 でえー、っと皆さんね、えー、自身でいろいろね、覚え方っていうのもあると思うんですけど、まあ、僕はね、そういうふうな感じで覚えてたので、一つ参考に、ね、していただければと思います。はいえー、ではですね、えー、住宅ローンのお話をさせていただきたいと思います、えー。住宅ローンですね、金利っていうものが一応2種類あります。 で、えっ、ー、と、固定金利とね、変動金利っていう二つに分かれてるんですけど、まあ固定金利っていうのはそのまんまですね、金利が変わらないっていうようなね、ものなんですけど、まあ基本的にその固定金利っていうものは、えー、借りる期間ずっとってわけじゃないんですよ。あの、だいたい10年とかでね、見直しが入ったりするんですけど、あのー、その中でもね、えー、返済終了まで金利が変わらない、フラット35っていうね、全期間、えー、固定型のね、そういった商品っていうのがあります。 でえー、っと。 このね、フラット35の中でね、買い取り型っていうね、ようなものがあって、まあ、それに関しては、一応8000万円がね、限度になってますよっていう風な内容になってるんですけど、まあ、あの、ここはね、深く理解する必要はないです。あの、多分出るとすれば、フラット35っていうような商品がね、最近やっぱり結構流行ってるので、多分ここら辺が出題されると思いますね。なんで、覚えるとしたら、フラット35っていうのは全期間固定型で、一応8000万円が買い取りの時は限度だなっていうところを覚えておいてください。 で、えっ、ー、と、変動金利ですね。あの、半年ごとにね、金利を見直して、一応5年に1回返済額を見直すっていう風な、まあ、こういった固定型とね、変動型の2つに分かれてます。で、これがね、一応住宅ローンを借り入れするときのお話なんですけど、じゃあ次返すときのね、お話をしていきます。で、えっ、ー、と、返し方っていうのに一応2種類ありまして、元利均等返済と元金均等返済っていう2つがあるんですよ。 でえー、ともう、あのー、ちょっとね、省略して、元利と元金って説明するんですけど、あの元利に関しては、あの毎月の支払額が一定なんですよ。で、えー、と元金に関しては、えー、初回の支払額がちょっと高めに設定されてるんですね。で、徐々に徐々に低くなっていくっていう風なイメージです。で、えっ、ー、と、大きな特徴としては、あの元金の方が総支払額が安くなります。 で、えっ、ー、と、この理屈もねあの、説明しようと思えばできるんですけど、この理屈説明するとちょっと長くなっちゃうので、もうあの、元金の方が総支払いが安くなるって覚えていただいた方が多分いいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、あの、どうしてもね、知りたいっていう方は、あの、元金、元利って、あの、グーグルしてもらえれば多分すぐわかると思うので、まあ、よかったらね、あの、調べてみてもらってもいいと思います。で、えー、っとですね、 まあちょっとね、この元利元金非常に覚えにくいっていう方も多いので、まあイメージつきやすいようにね、あの、ちょっとした余談のお話をさせていただきます。で、これ別に試験に出ないので覚える必要ないんですけど、あのー、基本的に、あの、まああの僕不動産屋だったんですけど、あのー、家を買いますって言ってローン組むときって、不動産屋も銀行も基本的にあの、元利均等でしかシミュレーション出しません。 で、これなんでかっていうと、あの、まあ、銀行からすると、総支払いが、あのー、高くなろうが安くなろうが、ま、金利でね、あの、銀行屋様は設けてるんでいいんですけど、なんせシュミュレーションが出しにくいんですよ。 あの元利均等だとある程度毎月支払い一緒なのでずーっと8万円8万円8万円とかねそういった金額で出せるんですけど元金の場合って急にバンってね初回の値段が上がるんですよそしたら10万円も払わないといけないのってなっちゃうんですねでそこから徐々に下がっていって最終的には元金の方が得なんですけどそういった説明がめんどくさいのでもう基本的に元利均等でしか出さないんですねなのであのもしあの住宅買うねご予定があればあの元金で買っていただいた方がいいと思います おすすめとしてはね。なので、銀行ね、行った時にね、あの、元金でシミュレーション出してくれたら出してくれるんで、あの、すごい不思議な顔されると思いますけどね。なんでっていうね。 あのそういった顔されると思いますけど、まあ、あの、元金均等の方がね、そうしたら安くなるので、まあ、おすすめはおすすめです。はい、えー、ね、余談はさておき、ではね、えー、戻っていきます。えー、最後ですね、繰り上げ返済ということで、まあ、あのー、繰り上げ返済にはね、こう、いくつか種類がありますということで、まあ、あのー、お金がね、もちろん余ってれば、繰り上げ返済した方が安くなるんですけど、あのー、毎月の返済額を変えずに、期間だけを短くする。 で毎月8万円払ってて、35年の30年にしますっていうような繰り上げ返済の仕方と、あと、期間は変えず、毎月35年はそのまんまだけど、返済額を少なくする。まあ、毎月8万円をじゃあ、まあ、7万円にしましょうとかね。そういった方法の、まあ、あの、軽減型っていう2つがあるんですけど、あの、期間短くした方が、えー、総返済よりかは、あの、総返済額が少なくなります。なので、どっちした方がいいのっていうと、もちろん期間短くした方がいいんですよ。そっちの方が得なんでね。 ただ、まあ、あのー、実際のところで言うとね、毎月の返済額安くなってくれた方がありがたいっていう方もいるので、まあ、そこはね、ケースバイケースなんですけど、まあ、基本的に総額のみで考えると、期間短縮型の方が得になります。なんで、あの、元利均等型が、えー総、総返済がね、少なくなるっていうふうなね、覚え方をしておいてください。はい、えー、ではね、最後過去問一問出しておきます。 えではですね、本日の講義はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。